じゃあもういい、もういい。じゃあ何がいい、もういいよ、もういいよ。さっきからそれしか言えへんから、いきなり回してる。なんなん、 YouTube やめろ。なんでよ。あ、もういい、ほんまに俺も YouTube やめるから。なんでこんな怒ってんの。いや、もうタイトル YouTube やめれで、ガードマン。なんで、あ、マジで分かれへんもん、言ってくれへん。マジ腹立つ、マジで。もういいよ、いいよいいよ、この空気な。お前らそうやってんな、おそうやって映りに行くことな。しかもお前もうその感じな、おい、怖っ、気持ち悪っ。ごめん、マジでキモい、ほんまに。チキノランドリで AT フィールド発動、ほんまに来んなって、マジで。お前マジ射程いけんないで。え、ガチ来んなって。ごめん、マジでもういい、ほんまにやめる。何が何が何があったか言ってくれ。おかしいやコメント欄。俺一個もやれてないや。何に、何が、山ちゃん逆襲みたいな。なんか俺が考えて全部セリフやって言って。なんで俺が俺あれ。そう。わかるやん。え、待って、それは俺知らん、初耳や。大体わかるやん。わかるよ。撮影してた。まあ俺は動画を見てわかったよ。なんでや。まあ一回。わかるやん。山ちゃんが何も思んないやつって。山ちゃんこっち来いよ、一回。おもろいこと言えよ。こいつほんまにおもろいやつやったら言えますよね。言うよね。言うよ。あ、言うよ。一言言うよ。三文字以内でおもろいこと言え。三文字はきついやろ。三文字。うん。うん。パイン。な？証明できた？ひどいね。言えよ、正直に。ふーんとかのやつとか全部やったら誰な？言えよ。お前のセリフ一語いくよ。で、俺が褒められへんねん。あれ、山ちゃん怒ってなかったん？いや、怒ってるっすよ。こいつが、実際ほんま怒ってたっすよ。うん。で、ドッキリしようって、俺が話になって、やったっすけど、うん、これ実際、こいつの感情のままやってたら動画になってないっすよ。なってないな、100%。そこで、だからガードマンが助けてくれたんす。俺が全部さ、セリフ上げるのに、なんで俺褒められへん。もうやめる。助けてくれた。はい。もうやめる。もう、気持ち悪い。全然褒められへん。俺がもう脚本書いてやって、その、もうシナリオ通り行ってさ、エマイ君にもほんまにドッキリ大成功しちゃうにさ。なんだ？ま、でも、山ちゃんとずっと一緒にったらわかるけどな、俺らは。もういいよ！俺やめるから。最後にチャンスちょうだいよ。山ちゃんでガードマン笑ったら、継続しよう。面白いって認めてよ。え、笑える状況しないで。わかってるよ。だからこそもう最後の頼み。目の前、家火事燃えてる時に、横で小島をしようって笑える？笑われへん。で、コメント欄で俺褒められへん。こうなるやん。今までの。やばかーんとか iPhone 途中で投げたりするのも全部俺が考えた。それは。エマイ君とお前が手組んだドッキリの時も、お前のセリフ全部エマイ君が言わしてんの俺編集して見てるからな。全部お前言わされてるやん。山ちゃんの本領をちょっと発揮してよ。もう俺悲しいっすわ。いや、わかこれか。わからんか、影の努力って。はぁ、あ。影山さんやん。世間に出されへん影の努力発見。はぁ、あ、怖い。寒いわ。じゃあこう笑かしたら。うん、じゃあ多分実際ガードマンとかおもろいってさ、動画でわかるやん。でも、げて山ちゃん、その、登場シーンがなすぎて、たまにあんなんだったら、やっぱおもろい。一瞬映っただけでも、あれ、おもろいってなんじゃん、やっぱ。もういいよ。まあ、だから今一回見せてみたら、見せたら、それガードが笑ってやっぱ認めたってよ。そこは。わかった。いやもう、笑かすです、それは。横見てみ。そこで投げたらもっとおもろいね。そこやし。もうここで俺の口を実況すんねん。そうね。テイク2行きましょう。行けへんから。お前チャンスは一回しか来おへん。ゴロゴロ転がってんもんじゃありません。流れ星で3回願い叶えれる人間はずっと流れ星を待ってます。お前みたいなチャンスも狙ってない人間がチャンスいろいろと思うな。なんかお題ください。え？もうそう、いや、大丈夫な、お題で。お題でもらったやつで一発ギャグをするっていうギャグがある。ホモサピエンス。ホモサピエンス。ホモサピエンス。うん。いきまーす。はい。ホモタリザルってホモサピエンス。うん。吐き気。ちょっと俺も。口角一つは上がらんかったし、ちょっと。うん、まず、その、桃太郎電鉄っていうやつは、その、言うたらさ、俺らがさ、昔にさ、
桃太郎伝説ギャグせよ、桃太郎伝説でやれよって言って、それもそれも引っ張ってるやん。なんなんそれ、桃太郎伝説って、マジか。必死け、こいつ怪獣ぐらい必死やん。ホモサピエンスってお題もらって、お前ホモサピエンスっていうのはこの問題答えろって先生に言われて、もう先生にこの問題答えろって言ってんの。マジでなあ、ホモサピエンス、いやもう間違いないよな、何一つ言いたいもん。お前ホモサピエンス手に横にホモサピエンスってやっただけじゃん。なあ、はい、なあ、って死にかけてんだ。恥ずかしいやろ、顔ばっかなって言いたやつよ。ここで黙るだけじゃなくて、そこでパンって言い返して笑いじゃん。取って一つも二つ取れよ、もうその黙るだけじゃなくて。笑われへん。家燃えた横でお母さんが、熱いっつって、出てきた横で、でっかちゃんだよで笑える。笑われへんやろ。笑われへん。今その状況なの、俺。そこを逆風を、逆風スランプのように。え、行け、来いよ。走る。走る。山ちゃん。お母さん、ほら、いや今笑ったよ。じゃあよ、今のは俺が振って走るって自分で生み出していこう。いや普通にお母さんもそう、しかも泣いてるし、火事のほら火事のお母さん想像してもらった。いや火事はなってない。いやだから想像して泣いてもらったんや。まず走る走る山ちゃんって、もうほんまになんもう、え大丈夫か。YouTube やっていけるこいつ。マジで、お前一回、山ちゃんって名前変えて、お前小次郎って名前に変えて、顔面、大手術して、整形、うん。全くちゃう顔になって、Twitter で、走る、走る、山ちゃん、って言って、リツイート何本いくか試してみ。8いいね。行ったとして。全員家族。ビッグダディっすか、こいつ。全員家族で8いいね。ビッグダディっすよ。結構おるっすよ。結構って言っちゃった。8やもん。ここまで前振りやって面白くないって言って笑かされん。お前心配やもん。エマイ君一回変わったって。いやまあエマイ君絶対笑かせれるわ。そりゃそうだ。俺が 見込んで YouTube させたいからな。あ当たり前や。だってもう俺見たことないもん。だって俺エマイ君させたの面白いからだけやで。俺より面白い人間はこの世にあこいつだけやなってその時思ったからさせたの。だからもうこいつ俺を笑かさへん時はないやろな。だから俺 MA がコメント欄でおもろいって褒められるのは確かにそうやなって思う、うん、コメント欄でさ室伏がこいつほんま腕の力すごいなーって言われてたら納得やんか、うん、アンガールズさんなんか腕の力すごいなーって言われてたらはってなるやん。なるな。それと一緒。行きましょう。ちょ待って待って行きましょうって。じゃあお題山ちゃんあげるなって。お題ね。ちょちょもうその勢いでバーンってやってもらうの。もう絶対笑えへんわ。じゃあ笑って100万渡せるわ。キリストは。キリスト、はい、キリストで、お題切り下でいきます。はい。十字架が背中に絡まってる。右腕ガシャン外した。左腕ガシャン外れた。体もガシャン外れた。全身外れた。キキキキキキキ。キリストの本顔。テンテレテテンテテンテ一時ってよーいドン。やめお題出していいっすか。嫌です。エンジンちょっとやってもらっていいですか。俺あれ一番好きなの。あれはほんまにおもろない。俺エンジンが一番好きなの。ちょちょあれはほんまにおもろない。もう俺もう恥ずかしい。もうしけるとこ見せてまうやん。いやでもこれでエマイクおもろなかっても正直それは俺らのせいですよ。エマイクはおもんないってもう分かっててやるっすから。逆に滑ってもそれは当たり前ですよ。エマイク滑るって分かってやってるんでしょ。うん、だから大丈夫っすよ。はい。俺は見たいだけなんで。ただ見たいだけなんで。俺は大好きなんで、それ。俺はそのエンジンのやつで、俺は2時間ぐらい笑ってて、エマイクのやつ見せてほしいっすね。見せてください。見せてもらおうか、ほうね。はい。
番おもろいやつ。いきます。3、2、1、5。一発ギャグ、人類の過程。エンジン、ネアンタール人、原人、ジャマイカ人、ロンガー、ただの美人、あたしは綺麗よな、一番おもろやろ。